どうも、テラマスです。今日はシーズン終盤というわけでレベルの高い X マッチを見せていけたらなと思います。相手強いな。クーゲルの人今2位の方な気がする。だから最近めちゃくちゃ強い人と当たる。この間1位と3位の方とも当たったし、勝ちたいな。ただ編成がなかなかやばい。ハイドラ鉛筆か。まあでも相手の編成もめっちゃ強いかって言ったら、オッケー、ここまで強くはないから、こっちの方が若干編成振りぐらいで頑張れば勝てる。どこだ、ジェッパー終わり。あ、そっちか。あれがジェッパー終わり動く床だから、めっちゃ移動してたみたいな感じで、うまそうな顔した。せっかくシールド貼ったのに上からめくられちゃった。うまいダイナモ使い。シールドをマジでめくってくるから注意。マジドリンク攻めたい。ナイスアーチ。スペシャルめっちゃ来てる。攻めようと思ったけどハイドラの人やられてるから一旦制動しよう。こっちのやつで崩れたくない。打開がしんどい編成だから、スペシャルが強くないから。ナイス様ナイス様ハンコだから同時にやられるの避けたい。ナイスアルンク。マジか、絶妙にこの角度当たらないか。やらかした。やばい、2位のジェッパー怖すぎる。圧がある。手前入ってるっぽいな。手前できるだけ倒してあげたい。こっちハイドラ鉛筆で絶対手前の敵しんどいから、デリアもしっかり塗る。こっち塗りもそんなに強くないから、やること多いなこの編成は。ケルビン、いやマジでデリアしっかり塗っていきたい。まあ、ガチか、今壁隠れたと思ったけどギリギリ当たってるか。リードされたくないな。一旦ナイス玉でクリアストップかけつつ、上にいるな。ジェッパ一回避けて塗る。オッケー、しっかり塗る。ケルビンでナイス玉あるから、ここ頑張ってカウント稼ぎたい。ナイスドリンク。ウーバーイーツですか。ウーバードリンク来た。ありがとうございます。この位置できるだけキープしたい。ナイス玉で左も見つつリッターに一生見られてる。怖すぎるリッターが。でいないか、そっちか。でかい。まだカウント稼ぎたい。インク回復しちゃうわ、ナイス様で。あ、危なすぎる。マジ抜かれるか。うわ、ミスター。オプソナーって基本的に早く壊した方がいいんですけど、今の場面に関しては思った以上に敵に見られたから、壊さず生存でよかったな。やらかし。それしゃあない、リッターが。うまい。で、味方がやられてるときは耐えよう。同時にやられたくないから。カウント割と余裕あるからゆっくりいきたい。やったやったやった。絶対見られてるんだよな。見られてない。見られてた。危なー。濡れる濡れる濡れる。よし、
いけるぞ。ナイス、みんな強っ。先制きつかったけど、立ち回りでなんとか勝てた。王冠部屋来た。スプラトゥーン3、王冠部屋2とかに比べると少なくなっちゃったけど、たまに、王冠が多い部屋来ると、めっちゃテンション上がる。やっぱレベルが高いと、楽しい。ナイスナイス、絶対勝とう。まあ、編成は、五分五分か。まあ、ちょっとこっち塗り弱いけど、ヤグラだから、なんとかなるでしょう。あと一発。左上いるな。投げない。これ最強。構えてるだけで相手からしたら、前出てこれないから。鉄パか。ヤグラがめっちゃ、狙われてる。ごめん。変に潜伏入れちゃったから俺動けない、ここから。任せて、ソージャンプ絶対守る、シードで。危な。ナイス、敵に落ちしてるから。まだ攻めれそう。ちょっと乗って、槍、味方に任せちゃおう。ナイス球あるから押したいな。もっとカウント進めたい。裏めっちゃいる。ナイス、元気。君を守りたい。いや、ごめんね。まだワンチャンヤグラ止めれるな。マリア。ごめんか。ヤガラシールドマジで強いな。このステージ、シールド強いランキング、トップ3には入ってる。シードっていうか、ケルビン強いランキング、トップ3に入ってるかもしれない。平面すぎてシールドスライドが、刺さりやすい。これ、味方が右で頑張ってくれてるから、そこに続いてナイス玉投げて、やったやった。オッケー。あと全員リスポーンからかな。で、速攻ナイス玉使おう。右上、倒したい。倒したらヤグラめっちゃ進むから。オッケー、ナイス。カニタンクのナイス玉の、いい感じの連携。さっきから味方がバリアと吸引機で、ヤグラゴリゴリ進めてくれんの。ナイスすぎなんだけど。ジェットスイーパーってさ、あんまりいないけど。うわ、ごめんね。もっと稼ぎたかったな。ジェットスイーパーってあんまりいない武器だけど、ヤグラとかだと普通にありがたいんだよな。吸引機武器の中だったら、結構強い方だと思ってるから、ジェット。実際、スプラ2の時とか、ジェット環境だったしな。3ではあんまり目立ってはないけど。メインの性能はジェット、優秀だから。これジャンプ間に合わないな、ナイス様。ナイス、元気。これ裏抜けてる。これね、エイム、頑張ってた。ホットブラスターとかは強気に行く。ブラスター対面、中途半端に丁寧に詰めようとすると逆に相手に直撃狙われるから、もう、そこ突っ込むか、突っ込まないかの二択みたいな。ブラスターね、近距離、スライドで、かわす。こんな感じでね、強気にいっちゃう。こんだけ、早く突っ込んだら相手も狙いにくいから。しっかり倒そうって、ゆっくり行くと、逆に、もらっちゃうから、直撃。挟むわ。ナイス、吸引機。このチーム最強か？ジェット以外の3人で前線を荒らして、ジェットが一生をやめら乗って吸引機で進めるっていう最強チーム。ひらめ。
ヤガラに比べるとシールド、だいぶきついね、このステージは。まあでも、射程活かせるとこも、ひらめ案外あるんで、いけます。もしあい、生存寄りで動きたいな。出たな、この対面。いやー、ごめんね。ドライバイパーマジでシールドなしの対面だと、しんどいんだよな。早すぎてエイム頑張っちゃう。超遠征射程全体的に短いから、俺、デスせずに、意地寄りで、動きたい。やばすぎる。ロング、溜まってるんだよな、手追いか。ナイス。あと二人。テオか。テオのとこにジャンプ来ると思うから。一旦引いて。前倒して。バーストトピード。うまい。どっかで攻めたいね。ずっと押されちゃってるから。ナイスクル、でかい。相手全部あとは奥かな。ナイス抜ける。でちょっと乗りつつ、これワンチャン後ろいると思ってるんだけど、いや気のせいか。来るの恥ずかしい。全員正面にいました。バリア有効活用したいと思ったけど、帝王は乗れないな。待って、やばい。守ってシールド。うわ、ごめん。救えそうだったのに。シールドで守れないか。オッケーオッケー。いい感じで生存できてる。まず編成によって動きを変える。味方に後衛武器とか維持してくれてる武器がいるときは、ゴリゴリシールドスライドで前荒らしていくけど、この編成は本当に矢倉乗りつつ、射程ガスみたいな。こいつと降りるんだけど、今のはやれそうだったから。このケルビンだいぶ強い。相手右行くしかないから。矢倉止めに戻るか、リスタンしてくると思うんだよな。オッケーオッケー。で、そんなにリスクは犯さないでいい。カバーだけして、あくまで俺が、後衛武器。俺が、フォーチームの大黒柱になる。もう、生きる俺が。ちょっと後ろから味方を、支える。無理はしない。ナイス。いや、味方全然荒らしてくれたわ。ナイスだったし。よかった、俺も意地寄りで動いて。最近マジで、感情を無にしてスプラトゥーンしてる。自我消してる。というか、うすうす気づいた人もいると思うんだよ。あ、今日のティラミスさん、感情ないな。って思った方ね、いると思うんですよ。マジで、これ、嘘とか比喩じゃなくて、マジで俺ロボットなのね、実は。本当に、今日は。まあ、というのが、スプラトゥーンって編成めっちゃ大事じゃん。だから試合の開始前に、自分のやりたいことじゃなくて、この編成あったら前出た方がいいな。この編成だったら、シールドで維持した方がいいなとか、決めてる。自分のやりたいことより、チーム全体で見たときに、勝率の高い動きを、最近狙ってるっていうか、感情をね、だから消しました。これ AI なんだよね、みんな。ごめんね、感情が。なくなっちゃって。やばい、これ弾幕が。隅田が相手にもいるし、味方にもいるから。とんでもない。やばい、隅田が2枚じゃん。え、めっちゃ削れ。2やり。2枚敵を倒したことを確認。ロボットなんだよね、みんな、ガチで。はい、ドリンク。やれるかな。正直、隅田がで先がどうなってるかがわからない。すごいすごいすごい。え、でもこれわかんない。怖い。え、未来みたい。先が見えないって怖い。オッケー。え、でも怖いけど多分相手も、うわー、隅田が2枚だ。怖い。
ってなってるんだよね、多分。なんなら相手の方が怖いってなってる。うん、俺はそんなに怖いって思わなくていいかもしれない。でもさ、先が見えないって怖いよな。一番ハッキーの、ちょい乗るけど、絶対右上から、止められちゃうから、一旦引いて、やばい、ガチでしんどい、ここで見えなくなるの。あ、でも大丈夫そう。この部屋隅田が3人か。あ、行こうか。まあ悪くはないけどって感じ。こっちリードしてるけど41だから、ナイスクリア。そんな猶予あるわけじゃないんだよな。まあでも味方がキルしてくれてるから結構止めれそう。でかい。ナイス、隅長。隅長シートって別にぶっ壊れ超強いとかそういうスペシャルではないけど、全然味方にいたら強いよな。そんなイメージがある。ちょうどいい強さしてる。あれ、バケツいなかった。あ、マジか。ちょうどあれかな、左の角で当たらない位置だったのかな。ナイス様が。ナイス乗り。もっとヤグラ進めたいよな、できれば。疲労を取りたい。で、この編成は、こっち、重たい武器が多いから、硬直あったりとか、別の質が大きい武器っていうか、だからザップが塗りやすい環境を作るのと、防衛武器にカバーしてもらえるように、ゴリゴリ前出ることを意識して、プレイしてる。だからデスも多くなってる。こういうのを意識するだけで、結構変わるんだよな。積極的に、前に出ると。これとかね、ここ入るだけで味方からしたらカバーしやすくなるし、塗りやすくなるから。マジでこんな感じ。まあ、感情消してるわ。さすがに持った。普通に楽しいんだよ。自分のしたいことっていうか、味方と噛み合ってる感じが。後ろにカーボン、いるんだよな、さっきから。オッケーオッケー、ずっとね、チラチラ、見てた。あ、残り30秒だから無理やり攻めなくてもいいな。ナイス様、立ち確認できるから割と、ガチアグラ。あ、でもトリプルトルネードほど価値格ではないんだよな。ヤグラをナイス様。これはガチで生存するわ。最後の守りだから、前線張るとか、そんな考えなくていい。ナイス、ちょっと怖かったけど、ナイス様で相手、いい感じに乗れなくなってた。おしゃれ、味方もカバーめっちゃしてくれて、やりやすかったな。あと、隅長シート2枚が結構強かった。いい感じにシート使って、攻めれたよね、敵陣。という感じでね、今日ケルビン使ってたわけなんですけど、編成によって動き考えるの、確かにおもろいかも。と思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。